ZOZO マリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス、この試合の模様をお送りいたします。マリーンズの先発は右の二木、対するホークスの先発は右の千賀、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の二木、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは柳町、はい、第9投げた初球スライダー、空振り、タイミング合いません。初球空振りから第2球投げました、打った、三遊間のゴロ、エチェバリアボールを取る、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番今宮、今宮背番号6。第9投げました、アウトコース高め、ボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球は打ちました、ボールはライナーで左中間へ、ヒット。今宮ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第9投げました、外側決まってストライク。第2球投げた、完全に外れた、ボール。第3球を投げた、決まってストライク。第4球を投げた、打ちました、2球掴んだ、2塁を送る、2塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。マリーンズ、まずは無得点に抑えました。右の千賀、マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは荻野、第9投げた、初球決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、高め決まってストライク、早くも追い込まれています。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げました、変化球、空振り三振、高めの変化球にやられました。左バッターボックスはマーティン、第9投げました、初球見送ってストライク、まずは見送りました。投球これから2球目、ボール、インコース高め。投球は3球目、投げました、ストレートはボール。さあ、4球目見送ってストライク、追い込んでから第5球投げました、空振り三振、バットアウト、2者連続三振。右バッターボックスは松川、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。投球はこれから3球目、内角高め、フォークは外れてボール。第4球は打った、ボールはライナーで左中間へ、ヒット。松川、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチはセーフ、外角ギリギリいっぱい、ストライク、いきなり155キロ。第2球投げた、低め、直球は外れてボール。投球は3球目、投げた、直球ストライク、高め。投球これから4球目、外れた、ボール。第5球投げた、内角見逃し三振。1回の裏が終わりまして、マリーンズ同じく無得点で終わっています。
2回の表、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のデスパイネ。第9球投げた、フォークはストライク。1球目ストライクから、第2球投げた、ストライク。第3球カーブ、見逃し三振。二木、見事なピッチングです。バッターは5番中村。背番号7。第9球投げました、これは引っ掛けた、ファーストの頭上掴みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番栗原。栗原背番号31。第9球投げました、打った、流し打ち、藤岡下がっていった、ファールボール。投げました、打ちました、ファースト正面、レアード自らベースを踏んで3アウト。二木、この回ピシャッと3人で抑えています。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは角中。第9球外角高め、際どい球、ボール。第2球投げました、見送ってボール。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げました、4球目ストライク。ここは1球見ました。第5球投げた、打ったに当たりだ、一二塁間ライナー破っていった、角中ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球投げた、あーっとショーフライになった、ファールグラウンドで取りました。送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。まずは一塁牽制、タッチセーフ。初球空振り、いきなり156キロ。さあ次の投球打ちました、あっとバットが折れた、レフト前進、ヒットになります。ボールは中継、エチェバリア、いいバッティングを見せました。マリーン先制のチャンスを迎えます。バッターは8番藤岡。第9投げた、真ん中決まってストライク、いきなり155キロ。第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げた、打った、投げました、もう投球これから5球目、打ちました、取りました、これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第9球危ない球、第2球投げました、低めギリギリいっぱい、ストライク。第3球を投げました、打った、レフトへのフライになった、レフト前に出る、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。マリーンズランナー1塁2塁残塁、2回が終了しまして0対0です。3回の表、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターはリチャード。第9球初球空振り、少し迷ったか。第2球投げました、これも空振り、タイミング合いません。追い込んで投げました、アウトコース高め、空振り三振。二木、見事なピッチングです。右バッターボックスは8番甲斐。第9球初球空振り、タイミング合いません。第2球直球見送ってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。投球は3球目投げた、見逃し三振。バッターは9番三森。三森背番号68。第9球フォーク決まってストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、もう
第3球を投げた、打ちました。中村バックしていった、掴んで、これで3アウトになります。二木、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の表が終わって0対0です。マリーンズ、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは荻野。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。初球ストライクから投げた、2球目ストライク。追い込んでから第3球を投げた、打ちました、ファール。第4球を投げました、外角高め、カットボール外れてボール。第5球投げました、打ちました、左中間へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番マーティン。今日の第1打席はスイングアウト。1球目ストレート空振り、いきなり157キロ。投球これから2球目、フォークボール見送ってストライク。変化球にキレがあります。追い込んで投げました、変化球、空振り三振。マーティン全くタイミングが合いません。投げました、決まってストライク。まずは見送りました。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、ファール。第5球投げた、おつけて打った、取って、これで3アウトチェンジ。マリーンズ、打順トップからでしたが三者凡退で攻撃を終えています。3回まで終了しまして0対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは柳町。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球ボール。投球はこれから3球目、直球見送ってストライク。第4球はファルチップ、これはしっかりキャッチしていました。第5球投げた、スライダーボール。第6球を投げた、低め、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球初球はストライク、まずは入れてきました。1球目ストライクから投げました、ボール。第3球を投げました、3球目空振り、追い込んでいます。さあ4球目、フォーク、空振り三振。2者連続三振になりました。バッターは3番柳田。第1球投げました、打った、ファールボール。第2球投げました、打ちました、三塁線フェアだ。打ったバッター一気に二塁へ向かう。柳田ツーベース、マリーン先制のピンチを迎えます。先ほどのプレーです。ランナー一人を置いて迎えるバッターはデスパイネ。大きな声援が届いています。ファール。1球目ファールから投げました、見送ってストライク。第3球はボール。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し、センターバックホーム。デスパイネナイスバッティングです。マリーンなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは中村。第1打席はファーストフライに倒れています。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。初球引っ張った、ライト前クリーンヒット、ライトからサードへ。これでゲームが動き始めました。中村タイムリー、マリーンなおもピンチが続きます。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。左バッターボックスは6番栗原。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球
打ちました。バットの先フラフラっと上がった。松川余裕があります。取りました。これで3アウト。4回の表が終わって1対0。二木とうとう打たれてしまいました。4回の裏1点を追いかけますマリーンズの攻撃。トップバッターはレアード。第2球投げた、打った、強い当たり、入れば同点だ。伸びた、伸びていった、入った入った、ギリギリいきました。同点ホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ。4番の一振りで同点。チームメイトが迎えます。同点の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは5番角中。これが2度目のバッターボックス。第1球フォークボール見送ってストライク。投球これから2球目、高めボール球打った、当たり、そこでのセカンドゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番中村。第1打席はファールフライに倒れています。打ちました、ボテボテのサードゴロ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番エチバリア。今日2度目のバッターボックス。ストレートはボール。まずは内角低め。第2球投げた、打ちました、ライト前進、ヒット。エチバリア、いいバッティングを見せました。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。さあリプレイです。バッターは8番藤岡。第1打席は内野フライに倒れています。第2球投げた、インロー見送ってストライク。第3球を投げた、真ん中にストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました、流し打ち、どうだ、取ってアウト、3アウトチェンジ。4回までが終了しまして1対1、マリーンズこの回1点返して同点としています。5回の表、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターはリチャード。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。さあ次の投球投げました、カーブ見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げました、ボール。次が4球目、投げました、高め、ストレートは外れてボール。第5球投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。キャッチャー、はい、第1球直球ストライク、外角高め。第2球投げた、変化球ストライク、外角高め、少し迷ったか。第3球を投げた、変化球、空振り三振、二木ナイスピッチング。バッターは9番三森。第1打席は内野フライに倒れています。第2球投げた、変化球ストライク、高め。第3球を投げた、アウトコース高めいっぱい、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球はボール。次は5球目、カーブ見逃し三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。二木連続三振で切り抜けています。5回の表が終わって1対1です。マリーンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは指名打者岡。第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、インコース低め空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、アウトロー、ボール。次は5球目、投げました、5球目ストライク。第6球を投げました、外角、
空振り三振。バッターはトップに帰って荻野、今日は三振とレフトフライ。初球決まってストライク。まずは見送りました。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、インハイへ、変化球、ボール。投げた、ストレート空振り。さあ投球は5球目、投げた、初球見逃し三振。バッターは2番マーティン、ここまで2打席連続三振。投げた、ボール。まずは内角高め。第2球投げた、アウトコース高め、空振り。投げた、ボール。第4球を投げました、カットボールはボール。投げました、落とした、空振り。さあラストボール、投げました、外れてフォアボール。バッターは3番松川。第1球投げました、ストライク。一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ。投げました、ボール。第3球を投げた、インロー際どい球、ボール。さあ4球目、まっすぐ空振り。第5球投げた、打ちました、センターへ飛んだ、センター前ヒット、ボールは中継。松川ナイスバッティングです。マリーン勝ち越しのチャンスを迎えます。さあここが試合の分岐点となりそうです。第9球投げた、打った、三遊間の当たり、ショートこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。千賀見事に流れを断ち切りました。ホークスピンチを乗り切りました。攻撃に期待がかかります。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは柳町、今日はショートゴロと三振、ボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、見送ってストライク。第4球を投げました、打った、これは強烈、ピッチャー返し、二遊間ライナー破っていった。柳町いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは2番今宮、これが3度目のバッターボックス。第9球投げました、初球バント、ピッチャーの右へ転がした、中村取ってアウト、ランナー2塁に進みました。マリーピンチを迎えます、見送ってストライク。第2球投げました、決まった、ストライク。第3球を投げました、膝元へズバッと決まって、見逃し三振。二木3球で仕留めてみせました。第1球ストレートはボール。第2球打ちました、切れていきます、ファール。投げました、打った、鈍いゴロ、セカンドこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。ホークスセカンドランナー残塁、6回の表が終わって1対1です。6回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは角中、投げた、見送ってストライク。第2球投げた、2球目ストライク、バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、外れた、ボール。第4球を投げた、打ちました、破った、角中ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。6回
バッターは6番中村。今日はファールフライとサードゴロ。まずは一塁牽制、タッチセーフ。投げた、初球送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。一塁送球アウト。さあ得点圏にランナーを送ってきました。マリーン勝ち越しのチャンスを迎えます。投げた、追っつけて打つ。ショートバウンド、ボールを取った。中村うまくさばいています。マリーンなおもチャンスが続いています。第9球投げました、ストライク。まずは見送りました。第2球投げました、流し打ち。リチャード交代、マリーン1点リードに変わりました。2対1。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。バッターは DH の岡。今日はレフトフライと三振。第9球フォーク決まってストライク。第2球投げました、見送ってボール。投げました、ストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから第4球を打ちました。バットの先っぽ、1、2塁間へ。ボールは中継、岡、いいバッティングを見せました。初安打。さあリプレイです。今日2三振の荻野。第9球投げました、決まった、ストライク。初球ストライクからボール。第3球決まってストライク。バッター追い込まれました。次は4球目、投げた、打ちました。これは内野ゴロ、ファースト、これは守備範囲内。中村1塁、ベースを踏んでアウト。3アウトチェンジ。6回の裏が終わりまして2対1マリーンズ1点勝ち越しです。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは中村。第9球投げた、ボール。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げた、打った、抜けた。中村ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。ホークス代走投入です。釜本一塁に入りました。左バッターボックスには栗原。今日はファーストゴロとキャッチャーフライ。一塁タッチセーフ。第9球投げた、ボール。投げました、外角高め、空振り。タイミング合いません。一塁へ牽制球を送ります。マリーンズここはバントに警戒します。掴んだ、一塁アウト。ランナー二塁に進みました。マリーンズ同点のピンチを迎えます。打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう。ファールボール。投げました、3球目ストライク。追い込んでいます。第4球を投げました、ボール。次は5球目、完全に外れた、ボール。第6球を投げました、外へ逃げるスライダー、空振り三振。バッターは8番甲斐。ひときわ大きな声援が聞こえます。投げました、初球外れてボール。第2球投げた、2球目空振り、少し迷ったか。第3球はストライク。二塁牽制、タッチはセーフ。二塁はセーフ。投げた、打った、これはキャッチャー間に合いません。ファールボール。ファールチップアウト。二木勝負どころでいい球を投げ込みます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ここはピッチャーに軍配が上がりました。7回の表が終わって2対1です。さあここは守備を変えてくるようです。7回の裏、マリーンズラッキーセブンの攻撃。トップバッターはマーティン。投げた、ボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球打ちました、ファール。次は4球目、投げた、インハイ際どい球、ボール。
げました。インコース引っ張った。一、二塁間ライナーで破った。ライト前ヒット。クリーンヒットです。マーティン、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。千賀降板。マウンド上ピッチャーは岩崎。今日2人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう。注目の投球です。第1球投げました。ストライク。いきなり152キロ。1球目ストライクから打ちました。ライナーだ。レフトからセカンドへ。二塁はセーフ。松川ナイスバッティングです。さあチャンスを広げました。バッターは4番レアード。これが4度目のバッターボックス。直球ストライク。いきなり151キロ。第2球投げました。打った。右中間へのフライですが取りました。これでワンアウト。ランナーは一塁二塁変わりません。第1球投げました。スローカーブボール。第2球投げました。インコース引っ張った。ライト前クリーンヒット。ライトからセカンドへ。セーフ。二塁はセーフ。角中いいバッティングを見せました。マリーンズなおもチャンスが続きます。マリーンズダイソーを起用します。和田一塁に入りました。さあ追加点のチャンスにバッター中村投げた。決まった。ストライク。まずは見送りました。第2球投げた。バッターの足元。第3球を投げた。スローカーブ空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げた。空振り三振と放っているレジバリア。投げた。見送ってボール。第2球投げました。フォークはストライク。タイミング合いません。第3球を投げました。ボール。内角高め。第4球はボール。第5球投げました。エチバリア。グランデファーボール。押し出し。バッターは8番藤岡。今日4度目のバッターボックス。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。落ちるボールは空振り。バッター追い込まれました。次が4球目投げた。打った。打球は左中間に上がっている。これはヒットになります。続いて二塁ランナーもホームイン。マリーンこの回3点目。リプレイをご覧ください。岩崎降板。右の泉今日3番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。まずは二塁牽制。二塁タッチはセーフ。投げた。初球空振り。伸びのあるストレート。投球これから2球目。打ちました。打球はレフトの左へ。アルボール。第3球を投げた。打ちました。当たり損ない。三森ボールを掴んだ。アウト。スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして5対1。マリーンズさらに3点を追加しています。代打は松田。第1球投げた。あっと引っ掛けた。ファール。投球これから2球目。打った。流し打ち。レア交代。松田ナイスバッティングです。打順は1番に帰って柳町。投げた。インハイボール。投球これから2球目。ボール。第3球を投げました。ストレート見送ってストライク。一塁牽制。タッチはセーフ。次は4球目投げました。打ちました。センターへの打球。荻野掴みました。ボールは中継。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。第1球ストライク。投球これから2球目。ストライク。追い込んで投げました。ボール。外角高め。
一塁へ一つ牽制球を送りました。第4球を投げました。ボール。第5球投げました。高めボール球打った。フラフラッと上がった。キャッチャー掴みました。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第9球インコース低め外れてボール。第2球打ちました。打球は三遊間へ。サードから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。ホークスファーストランナー残塁。8回の表が終わって5対1です。さあここは守備を変えてくるようです。マリーンズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは荻野。投げた。初球空振り。第2球アウトコース。ボール。第3球を投げた。外れた。ボール。第4球を投げた。打ちました。あっと引っ掛けた。これは内野フライ。マウンド前方掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。投げた。見送ってストライク。第2球ストレートはボール。第3球を投げた。空振り。バッター追い込まれました。次は4球目投げました。ストレートはボール。投げました。打った。レフト方向へ持っていきましたが柳町取りました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは3番松川。ここまで3安打。投げました。初球を打ちました。掴んでこれで3アウトになります。マリーンズわずか3人で攻撃が終わりました。8回の裏が終わりまして5対1です。二木降板。右のハーマン今日2番手としてマウンドに上がります。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました。見送ってボール。第2球投げました。ボール。第3球を投げた。ストレート決まってストライク。さあ4球目空振り。第5球投げた。打った。ファウルグラウンド。キャッチしています。先ほど代走に起用されましたバッターの鎌本。第9投げた。低め外れてボール。第2球投げた。ナックルカーブ空振り。第3球を投げた。3球目ストライク。ワンボールツーストライク追い込んでいます。第4球を投げました。打ちました。ファウルボール。次は5球目打ちました。レフト前進ヒット。鎌本いいバッティングを見せました。左バッターボックスは6番栗原。投げました。見送ってストライク。まずは決めてきました。第2球ナックルカーブ見送ってボール。第3球を投げました。危ない球。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。投げました。渾身のストレート空振り。タイミング合いません。さあ投球は5球目150キロ直球。空振り三振。先ほどからセカンドの守備に入っています牧原。今日最初のバッターボックス。第9投げました。ボール。まずは膝元。第2球投げた。アウトコース高めストライク。第3球はボール。投球これから4球目流し打ち。サードライナー。ゲームセット。マリーンズ見事勝利です。